皆さんこんにちは。今回は、ちょっと前にレベリングおすすめ場所って紹介したんですけど、今もここがいいんですかって質問が来たので答えようかと思います。結論から言うと今もここがいいです。47層の2ですね。名曲前思い出の丘、これがこれビックリマークとかハテナマークになってると思うんですけど、ビックリマークはまだ受けてないサブクエストで、ハテナマークが今受けているとか達成状態になっている、達成された状態になっているやつがハテナマークで、これがサブクエストで、でレベリングっていうのはサブクエストを繰り返し受けて達成するっていうのが一番いいんですけど、他にもねいろいろレベリングってやり方あるんですが、始めたてだったら、一番無難でいい方法なんじゃないかなって思います。でこれ47の2か50の2なんですけど、ノラパーティーでやるんだったら47の2がやっぱ早いですね。で50の2もサブクエ1、2、3個あるんで、これね狩り場エリアが多いっていうのがあると思うんですけど、こっちもねすごくいいんですよ。どっちでもいい正直、47層50層ここら辺が一番効率いいんで、でもね50層は本当にそのモブ狩りとか上手い人とか強い人とかじゃないと、やっぱ47の2の方がそのマップ真ん中ら辺のサブクエの達成速度が速いんで、そっちのがいいですね。47の2の方がその速さ的に、そのノラパーティーだとやっぱ強い人も弱い人もやっぱいろいろ来るんで、47の2がいいんですけど、47の2は狩り場エリアが4つしかないんですよ。1、2、3、4つしかないんで、でこれでその熟練度レベルっていうのを上げるためにやってる人は、なんかこの同じ狩り場エリアにいるとなんか自分の狩るモブ取られたっつって怒る人、本当にね稀にですよ。まずいないんですけど、そんな人。俺はそういう飼ってる人に気使いながらやって、その人に近づかないよ、そういう人に近い位置じゃないところで、なるべく遠くから本当に、もういっぱい狩りたいっていう雰囲気さしたら、もう一体ずつとかちょこちょこ飼ったりとかするんですけど、俺はもうね、その熟練が全部終わっちゃったんで、正直どうでもいいし、このフィールド狩りすらもうだるくてやんない感じなんです。最近全くやってない、このフィールド狩り。始めたてだと本当ねこういうのがいいんで、あとはやっぱ最初ねやっぱウサギ狩りっていうのがあって、10分おきに現れるやつで、迷宮なしの階層だと30分おきとかに現れるんですけど、そのラグラビットっていうのを狩れば、こういう武器にインゴットをつける枠っていうのがあるんですけど、その枠をね増やせるんですよ。ラグラビットを狩った時に出る熱光っていうアイテムでね、リスベット武具店48層の行くとできるんですけど、そういうのね欲しい場合は47層が良くて、だからこのマップ見るように、この1パテいますよね。だいたい多分この緑の丸がこのプレイヤーのアイコンなので、この丸ポチが、これ見る限り、本当にちょっと狩りにくいですよね。もう1パテ入らないですよ。1パテいたらもう入れないんで、こういう風にちょっと混雑してるなと思ったら、50層行くとかそういう感じでいいと思います。正直どっちでもいい、どっちも効率いいです。で今ね5周年で報酬経験値っていうのが情報修正されたんですよ。でやっぱ1回達成で得られる経験値がものすごく多いんで、ここでも十分早いと思いますね。ただもっと早くやりたいっていう人は、56層がいいです。やっぱり未だに56層がいいと思う。ただちょっと56層は、100層をクリアした後の階層なんですが、このメアラ遺跡群ってやつね、これサブクエの達成早くていいんですけど、強いんでモブが相当、50層以下だと2020年の11月に弱化修正受けてワンパンで倒せるんですよ。ダメージ2万3万くらい出せば全然ワンパンで倒せるんですけど、ここら辺多分 HP 何十万あるんだろう、60万80万とかあんのかな。ちょっと試しに打ってみると、ちょっと待って、これ全体攻撃で巻き込んだから、ここのダメージ数値がちょっと240万とかになっちゃった。ちょっとこれでモブ誘い出して、これで一発で倒すけど、75万とかね出せばワンパンなんですが、ちょっと一発入れてみるか。これで
7万3000くらい削ってこれくらいなんで HP が、これ今画面出てると思うんですけど、これ7万いくらか入れただけでも本当に HP これ何分の1だろう、まあ4分の1も削れてないんで、まあ、本当に厳しいと思います。攻撃力も高いし、なのでね、強い人たちが集まればいいんですけど、まあ本当に強い人は多分もうレベルもカンストしちゃってると思うんで、なかなか来ないと思うんですけど、まあ、熟練もカンストしてる人今多いしね、まあ、だからやっぱ野良パーティーでやるって言うんだったら47か50層ですね。もうてか強い人でも47層か50層行くんですよ、そもそも。だからもう47層か50層の2択ですね。じゃないともう野良で例えば47層50層より下の階層で募集しても全然人来ないです。今25層とかね、効率悪いんで、もう20層25層とか、まあ、だからまあ実質もう47、50の2択かなって。なんか本当に強い人が来ると何のバフもかけないで通称攻撃ワンパンでもう倒せちゃうんだよ、倒せちゃうんだよ、だって倒せちゃうんですよ。まあ、だからそうですね、もうレベリングといったらもう47か50ですね。もう正直もう本当にその100層後の新章のこの一番今この動画撮ってる時点だと最高回数79層ですけど、まあ、こういうとこでやっても多分レベリングどこがいいですかとか聞くくらいの強さの人ってもう無理だと思います。もう倒せることは倒せるかもしれないですけど、頑張ればもうね、効率以前にもう倒せないかもしれない。なので47か50がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくださるとマジで嬉しいです。ではまた。